全部説明する、はい、出す瞬間っていうのは、はい、こういう状態なんですか、ね、今までが完全にこうガンっていう、はい、あの進展膝が伸びてたんですけど、はい、これはもうフリーなんですよ。自分で振らないそうです。いるのかとか、かかとの位置が分からない。多分リズムで覚えるしかないんでしょうけど、そのソケットのフィードバックっていう点では吸着の方がいいかもしれない。吸着の方はいいかもしれない。あの自分のダンタンからも直接義足の情報が伝わる。これだと一回ライナーを返してるっていうその感覚の違いはあると思います。ああ、はいはい。それだと、はい、まあ、そこでは、その構造的な問題だと思って、そうですね、それを求めちゃいけないので、はい、でも同じようなスピードを求める場合には、はい、やっぱり大きさで言うと、踏み込んで上がる、踏み込んで上がる、踏み込んで上がると、そこそこスピードが出るかな。それを踏み込まないで、こっちをただ背伸びするだけだと、ふわん、ふわん、ふわん。ああ、なるほど。踏み込んで上がる、踏み込んで上がる、踏み込んで上がると、早くはなる。けど、ふわん、ふわんとはない。あれですよね、膝が要はより曲がるから、このまま触れてってことですね。そう、踏み込む。ただ、怖いのは、怖いのは、軌道。ああ地面とそんなに、はいはいはい、そうですね。なのでこんなフラットな場所は一個もないので、そうなんです。多軸のやつは本当にその床との間の空間が多く保てるんですよね。この距離が、そうすると外国の石畳でも全然距離当たらずに出るんです。そこがこの状態で次僕多分いけないと思うんで。あ、なるほど。だからボール来ましたで、ここ行きたいんだけど、ここはホワーンとしてて、あると、まあ、あ、なるほど。
ってこう持ってくるんじゃなくて、もうまっすぐそのままこう突きたいってことですね。うん、まあ、こう持ってきてもいいんだけど、その時間が早くてね。ああ。それは自分の問題なんだな。自分の団体を振ればいいと。そうですね、これはもう気候的にやってくれるけど、これは気候じゃないなので、多分慣れればこう、そうですね、そうですね、いけるんですけど、多分この倍の動きが出るんです。速さ的に今のこの移動がこうですね。はい、1、2、1、2ですね。トマさんもあったんだよ。1、2、これもちょっと速いですね。1、2、1、2、5、1、2、1、2ぐらい。1、2、1、2出てるんですね。これだと1、2、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 
1212でいきたい。それを歩幅もあるんですよ。もうこれぐらいの歩幅でいけてるってことなんですか、これは。はい、いけてるし、そのスピードも速い。それを自分の問題で慣れて振り出せば、なれば、それ自分の練習次第です。そうです。どこに設定を合わすかですか。今は、合図がないってことですか。こういう動きはできるんですけど、うまい。こうですね。テニス。スカンといかないのが何の問題なんですか。ガツンとならないから、その多軸構造の癖を、多分今まではさっきも言ったんですけど、この状態で次行ってたんですよ。それを自分の中で意識的に一歩こういう動作を入れないといけないっていうのが多分慣れだと思います。
難しいですね。もうちょっとこうなるかなって計算したんですよ。はいはい、入れてる。これはそのはめ方の最初の問題です。本当はね、もっとこうなるつもりで設定してたんですよ。これぐらいはね。割れないらしい。でもその股がかなり中向いてるんで、多分ね、こうなるから。すごい強そう。結構硬いです。